今日は新約聖書のペテロの手紙1の2章9節より11節まで読みますでは声出してどうぞどうぞしかしあなた方は選ばれた民主のあ王の系統を引く祭し 聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方がひど広く伝えるためなのであなた方はかつては神の民ではなかったが今は神の民であり哀れみを受けてなかったが今は哀れみを受けているので愛する人たち あなたたちに勧めますいわば旅人であり仮住まいの港ですから霊魂に戦いを挑む陸の欲を避けなさいじゃ注意してだけもう一度どうぞ愛する人たちあなたたちに勧めますいわば旅人であり仮住まいの港ですから霊魂に戦いを挑む陸の欲を避けなさい取り除きなさいアメン主なる神様 今日も主は十字架の上で死なれ墓の力を砕いて復活されることによって救い主となって救いを与えられる主の皆イエスの皆を罪を食い改めて求めれば誰にでも与えられる時代になってもう2,000年も経ってますが。 いまだに主の皆を呼びながらも主が求められる信仰には興味と関心を持ちにくい世の中を相変わらず生きています。今もなお憐れみの中で一人一人を顧みてくださり皆を呼びながらも滅びゆく道をたどるような人がいないように。 今のうちに助けてくださり、一刻も早く主の皆にふさわしく主が探し求めておられる神の子供としての正しい信仰に立ち返りができますよそして主と正しい交わりの中で約束された永遠なる命に向かって延大な信仰の道を間違いなく歩むことができますよ それで求めれば求めるだけ信じれば信じただけの結果が必ずこの世においてでもまず立されて福音の証人として生きるのに活気が全然ありませんよ助けてください。主イエスのみなでお祈りいたします。アメンハレルヤえー、今日のテーマはまずみんなで口さみで。 考えない吟味しながらみんな一緒に霊魂に戦いを挑む陸の欲を避けなさい取り除きなさい砕きなさいまあいろんないろんな言い換えができます霊魂にこの霊魂というだけのは自分の霊魂の自分の自分の霊魂に戦いを挑むものがあると,自分,あると自分の霊魂に戦いを挑戦してくるまだ 違う意味での自分のある部分があるというちもめ家族の中で自分一人、個人としての一人の人間としての自分の霊魂そして永遠なる自分に戦いを挑むもう一つの自分があるということです。これ、すごい、まず考えてみないといけない部分です。 他のある環境やある人からの戦いが挑まれるんじゃなく自分自身が自分の人生を滅ぼそうとする部分があるという話。これを徹底的に避けないと砕けないと取り除かないと自らが自らをためにしてしまう人生になってしまうんだという話です。 興味ありませんか自分のためを思ったら何でも食ったり飲んだり身につけたりするこ当然でしょう。ならば永遠なる自分のためならばさらにそれを一生懸命抜け目がなく頑張るべきではありませんか。そういう意味ですごい重要な話。この自分の霊魂というものは 皆さんは自分のことをどう思ってるか知りませんが人を作った神の観点から見たら王の毛糸を引く最初神の民神の国の国民神の国には天使も天使ともたくさんいますがその中で一番神様が喜ばれる神の他には天使見つかい使い物 人は救われた人は神の子供アレルヤあんまり興味なさそうだな。旧約時代イスラエル民族を通して神様が世にご自分を表す。神がおられ、神がこういうふうに起手を与えて守る人を守り、祝福し、救い、守らない人は裁くという形で。 先発されたイスラエル民族を通して神の統治を世に示し始められた。イエス様がいらしてからは全世界全ての諸民族か神を個人的に信じれば神の民だけでて神の子供になる。イスラエル民族として神様が世に神を表す時には最主張、大最主張などがいて 神のコリンダレマに出ていて神様と交わりができる、罪を犯したら悔やったのができるものは代表的に一人だったんだ。民は後方で見ていただけない。神に直接近づいたら殺されてしまう。罪あるままだ近づきすらもできない。こういう聖なる罪のないところにとどまるおられる方であり、罪のない方である神様が、世界の諸民族、イスラム民族以外にも、 じゃ身人であってもまず人間ならば神の照らしに応じて心を開いて反応する人間であれば誰もかも神の子供にする身分が変わる信仰告白で身分が変えられる神の子になったその人の身分は神の子という身分だけでそれにふさわしいまた王の王のような再始動 個人で親の前に子どもたちがいくらでも大統領の前に王の前に側近たちも勝手に出入りはできないの。でも王や大統領の子どもは違う。勝手に近づいて遊んだりそこで騒いでも別に怒られない。これは子どもの違いなの。 神様が人を、人の身分を、まずは神の子供そして交わり方においては祭司として、罪を犯したら神の前に、あるいは何か求めるものがあれば、神の前に一人で、自分一人で祭子等を通さなくても、いつでも進み出て、声をかけることができるように、賛美するともできるように。 礼拝することもできるようにいろいろすべてを許して最主張の時代を開いて許してださったこのすべては永遠,に永遠に続く神の国での創造を絶する祝福に満たされたことを約束された中で人の身分をまず変えられた付きあい方を変えられた 全部オープンしましまたならばあとは神としては全てオープン全て備えてますならば個人個人が神に進み出ないといけないそして約束の中で全てを信仰にて求めて受け取らないといけないしかもこれをこんな素晴らしい約束と計画があるにもかかわらずそれができないように 소노 히토노 레이콘 가 호로보잇테 호로비테 시마우 요니 타타카니 오 이도모우 요우나 기분 지신가 뭐 히돗츠노 지분가 지분니 아루도 고다. 그러니까 소레오 토리노도쿠 베키다. 아멘. 소소도 카미노 야소타 すごい微分や祝福にご本人がそそみててそれを得ることができる. 아멘. それを得るのを妨害する気分はあかの気分우 いいけない自分をとんでもない自分を取り除くのは何よりも重要じゃないか何かを後から付け加えて食べたり飲んだりするよりもっと大事なのが中にある悪いものを取り除くこと信じる人だけアーメンとアクシア様が送って心と目をパッと開いて目は夜つぶってよ 祈る時と、礼拝のときだけは、ほら、みんな、ピジンになってきた、はあ。病院行ってこう、開けてもらうことみいい、みんな、ピジンじゃないか、うん。きれいな目を持ってるじゃんみんな。きれいな目を一目が半分とぶってる皆さん、そのために、 そのために古いものを取り壊して新しいものを作るような作業がひどに新興生活に必要だ。雨ですか私は皇居と東京駅の前を間を通る時んびにいつも思い出すのがある。30年前私が日本に来た時には皇居の前から 東京駅の間の,あの日本で一番土地が高い高そうなあの日本の一番中心地あそこには国会だって中間だって井戸のピールがなかったのそれもすごい古びて本当に日本の一番中心地と言われていいようなところがああいう 低くて古いビルしかなかったしかしそれはあるある概念に引っかかっていたからそれ以上の改築も建築もだからできなかった。何かというと皇居の中に住んでおられる方々が昔の概念だと日本民族の神様だった。 でもそういう概念が薄くなってきてそれによって高い高層ビル建ててそこから国民が神様を上から見下ろしてはいけない分かりつけばそういう感覚で高層ビルが制限されていたしかし時の流れと,とともにそういう概念が薄くなってきまして今は神様という意識もまだ残っているらしいけれども人間の一人 まあ王様ぐらいに感覚は変わってきたじゃそれとともにそこの規制が緩くなっていつの間にか30階40階50階高層ビルの森になってきてます。何十棟も高層ビルが今は。 立ち並んでますスカイラインが変わったんですよ前。昔より3倍、4倍、5倍高くなったの。それ以上高くなってきて。そういうビルがたくさん、数十もそこに今は並んでいます。れすごい巨大な東京、世界的な都市をイメージさせる。 昔30年前を考えたら全然別新天地になってるの新天地昔の間違ってた概念を取り壊して取り除いて新しくああいうビルを作ろうこれがとんでもないそれはできないいけないと思う人だけすっぽんの出をここまで上げていないのこそ じゃあ,ああいうふうにきれいに素晴らしく立て直してよかったと思いますか神様がこういう概念で我々に語りかけつつおられます。人が一度生まれたこの世で身につけた飲酒風習間違った道徳、うん、この世で見習った盗賊モラルまで取り除き素手ないと 神が備えておられる素晴らしいものを受け取ることはできないとい今我々がこの世に生まれて一度生まれた世界で得たものとはレベルそのものが桁の違う想像すらできない素晴らしいものを神様は備えておられます。それを受け取らせるために今間違っている部分を それにのぞくべきだ避けて通って神にあるものを求めるべきだ今我々が持ってこれをしかないとかこれは,たはダメだけはだめだ絶対だめだとか思ってる大事なものそれぞれたくさんあるだろうしかしそれとは比べたいそれよりも比べものにもならないほどの素晴らしいものを神様が用意しておられるから今あるものはそして永遠なるものじゃないから 永遠にあるものそして相互的なこと素晴らしいレベルにあるものを主が備えておられる中で今あるものの邪魔になるものを取り除けとこう語っておられますならばこういう話は一度聞けば最善を尽くして従うべきですああンできますあのビルを昔のビルを取り壊しながらこれやっていいのかやっていけないのか判断するのに 何十年もかかったでも基礎作りながらもこれためなのかと思ってまだ掘っておいたところを埋めたりまだ掘ったり基礎作りをこれに50年かけたならばあのビルはまだ建ってないはずなの。分かりましたつまりどちらか判断ができたらさっさと実行すべきなの。 変わり始めたと思ったらいつの間にかはもうビールをなしてビールの森をなしてます。今日帰りに寄らないで。ハレルリア。最初はこういうふうに想像ができない発展のために今ある朽ちるものを捨てなさい。今日はそれが我々の中にある中に。我々は 海部からだと我々は自分の中にあって自分が自分を欺く自分の一部が自分の永遠な人生を妨害するいや逆に滅ぼしているそういうところがあるってうことだ戦いという人ピタは戦争を挑まれているの自分のある部分によって自分の人生が戦争を挑まれているっ,てっ犯されてますならばこれを取り除くのが当然じゃありませんか アメンですこれを取り除けばどうなります神様と直腸になる直腸神様と地下に交わりが正しく深くなりますそれで神によっていろいろ保障される人生を生きれるようになります信じますか金曜日白井の牧師から一言聞いたのがこの見言葉を準備して祈っている時ずっと頭に浮かんできて 何か関連性があるのかと思ってな結果的に関連性があった。例のボクが昔、日本のある教,教団の教会でポッカをしてた時に、年とったある長老がいきなり 僕氏私はもう教会離れます。どうしてですか?」と言ったら「もう年だしいつ死ぬか分かりません。しかし死んだら先祖先祖たちが葬られたお墓に自分も入らないといけないからよ。このまま教会にちょうど出ていてちょって,いてそこに入るのはダメだから教会信仰をやめて離れて。 死ねば先祖が入っているお墓に入るために自分は信仰をやめる。ただいま驚かない話。何この国ではこれは常識ですか牧師は例の牧師は「諸をきた」って言ってます。この人は信仰に入ってからも信仰とは何かも。 全く分かってない先祖が入ったお墓に入るために死後の遺体がイエス様を離れるこれが皆さん驚くべきだよこの国で何十年も教会通って長老にまでなってるこの国の霊的な指導者の一人の選択なんですこういう人がいることは悲しいことな取り出して我々が この民族なのに祈らないといけないのまだこのような他にもこんな愚かな人いっぱいいるはずだから皆さん信仰がに対する正しい認識がこれをされてないということは正しい教え方がされてないということなのアーメンです。皆さんと私のがイエスを信じる信仰のあげくの果て。 結果はどうなるべきだろうか陸大クダイの救いじゃありませんよ。今あるこの体、この顔を持って永遠に天国に入れてもらったら永遠に恥なの。これす捨て,て、ュイエスのように復活の体を着せてもらって天の御国に行く新しい人生が待ってますよ。 体まで新しい復活の体を着せてもらって永遠に入っていく神の御国があります。そこに行くのがイエスを信じる信仰の目的ですよ。この世で満たされて、この世で永遠に生きる、それ約束にない話なの。雨です。なのに、死んだ体。 ひど握りの灰になるしかないこの体がお墓に入れてもらうためにイエスを離れる話にもならない話。こういう話は日本の教会全体によって深刻な深刻な話なの。日本ネットにこういう間違った信仰の持ち主がこの人一人しかないのか 他にもたくさんいる可能性があるということ信仰の基本すらも身につけてない状態いかに深刻ですか一人ぐらいどうでもいいですかその一人が自分だったら自分だったら自分を神様がお前一人ぐらいはどうでもいい 神に千葉一人がこう思われるんだったらどうするのもう春子一人ぐらいもういてもいなくてもいいといいのそれではるく一人が教会に出なかったら顔を合わせるのは全部はる「はる春子春子」こう言っていたよはる子一人は大したもんじゃなければはる子のこと忘れなさいもんい言ってもいいじゃないの 言っちゃいけないねそうそう自分に置き換えればその一人が宇宙よりも勝っているそれを自分一人あ,あの人一人ぐらいはどうでもいいと思えばねそれをそのあの人を自分に置き換えればすぐ答えが出るのどうでもいいのか本当にどうでもいいの悟りはね立場を変えるとすぐもう見えるの 人間としての良心すら持っていればこういう話は見えるのセ霊にまで迷惑をかけて聞かなくことも分かる話だよ一日そんな常識レベルまでセ霊様に聞くからセイあの人忘捨て,ていいですか忘れていいですかお前を忘れられたらお前を帳消しにされたらそうすれば消化せんと言ってる分からそう 何先ほど何長者はと挨拶したこっちからマテオが飛んできたの。これぐらいの心は持つんだよ。皆さん、持つべきだよ。マテオは考えたの。なんで長者はだけに声かけられたのか。私、マテオもいるのに。マテオが来なかったらマテオに気づかなかったの。本人が近づいてきたから、マテオ俺が頭から撫でてたの。分かった話が、大人の九州さんたちにこれぐらいの。 うん、気持ちもなかったら信仰できませんよ。こういう意味での欲は、これ、情熱なの。間違った情欲だって、情熱、ハレルヤ。間違った情欲じゃなくて、アーメンです。待っておが近づいたから、頭から投げながら、この子かわいいな。神様の前でもそう振る舞うべきだないの 子供たちぐらいのレベルでもなって信仰を求めれば神様になってってだける話は分かりましたかそれでは、こういう間違っている自分の霊魂永遠なる人生を面と向かって戦争を仕掛けるかのように妨害するもう一つの自分。これを徹底的に打ち砕いて取り除いていくことが 神に進め出る道を開くことだ。神の約束された祝福をいただくことだ。信じますかそれは何かというと、分かりにくと、分かりすい言葉で言うと、肉の気分、感情、思いです。肉の気分、感情、思い。問題は、肉の気分、感情、思いが、それが悪いと、神への不純存だと、神への罪だと。 重欲だと貪欲だと汚いとそう思われないところに問題があるの良かろうと思ってこうすればいいだろうと思っているのに神から見るとそれは重欲に貪欲に不自身に罪になってしまうこれが問題ですよこれが問題は自分は良かろうと思っているのが神様と対立してしまう神様に反抗してしまうこれが難しいの れがでサウル王というイスラエルの初代王がアメリカを徹底的に滅ぼし尽くせと言われた。滅ぼし尽くせは動物も家畜の群れまでも滅ぼし尽くせ、人間だけじゃなくて生き物を全部滅ぼし尽くせと言われた。なのに民の話を聞いてサウル王が動物の中で超えたものは取っておいたの。そして あまりこアガグは殺さずにこれを取り越して取っておいたのこれ一部ですね一部ほとんどは滅ぼし直しまちルギーかけて滅ぼし直した一部だけを取っておいたんだけどこれが神様に捨てられるきっかけとなった罪になったんだじゃあそれではサウローがこれが自分が神様に捨てられる罪になると思わず神これを こういったものはつぶさにほふって焼きつくして神様に捧げる捧げえものにしよう。でこの思いとわかる素晴らしくないの経験な信仰に見え,見えないのかた神に喜ばれるだろうと思うじゃないこれぐらいだったら皆さんだってこういうところでたくさんたまたれる人がいるはずだってっしかし神は焼きつくす捧げえものより 神に聞きたすする信仰を喜ばれますこういう神の掟き手が神の統治法則は分からないから何かやれば喜ばれると思うそれは焼き尽くして支えなくても神様な全てが神のものなのしかし全てが神のものじゃないものがあるのそれは人の心の向き方なの全部サタンにこの世にも向いてるの向かってそれを神様に持ってくるのが一番喜ばれる支え物 ただ神に従うのが他の支え物よりもっと喜ばれるこういう神の心や統治計画は分かってないからつぶせっといたのに取っておいて捧げれば喜ぶだろうとこれは勘違いなる問題は本人はそれが捧げるから神様に焼きつくてそれは経験なすごい熱い神への思いがある信仰だというふうに勘違いするところに問題が起きや。 またロクの21から23の間で、イエス様がエルサルムに行って登って、十時間つけられて、祭子たちに捨てられ、十時間つけられて死んで、三日後復活する話をしたら、マナデシ・ペトロが、まさか先生にそんなことがあってはなりませんと、イエス様を一様いる気持ちで、他の弟子たちはまばたきしながら、鉄のに聞いているのだ。 なのにペトロはイエスのことを思ってそんなひどいことが先生に起こってはなりませんと主に起きてはなりませんとイエス様を思って発言したのにイエス様に何と言われたのサタン私の前から引き裂かれあなたは神のことは思わず何で人間のことばかり思っているのかそれがイエス様が殺されるようなことがあったなりませんと言ったのに でもそれがイエス様が救い主となる道である救い主となる神の計画だから神の観点から見ると苦しくても通るべきなの神の計画だからでもペトロの立場から見たらイエス様が殺されるなんて考えられないこれ悲しいことなのただからそういうことがイエス様にあっちゃいけませんと一言を諌めて言ったらイエス様に何と言われたサタン引き上がれと言われたペトロは イエス様に悪いことをするために発言したわけじゃないの。イエス様のためを思って言ったんですよ。理解できますかしかし、霊的には、神の統治の中ではそれが、神の計画を妨害するサタン的な発言だということ明確に悟りますように。イエスキストの皆で祝福いたします。アーメンここで、神のことは思わず、人間のことばかり思っている人の直性。 これが何だ人の肉の重い気分があると考え本人はこれがよかろうと思って、自分こそ神のことを思っている人間だと、経験な信仰だと、心は燃えてると思っていながら、本当は神様の前ではサタン的に扱われてしまう、こういう部分がありうるということを今日目覚めないといけない。こういうことが分かって初めて、霊的な人に信仰になれるんですよ。 こういうことが分かんないと、ン本主義になるの。人間本位で、人間中心のレベルの考え方で、すべてを判断する信仰、それこそリベラルなんです。自由主義進学。皆が悪いことを滅びるために、自らポケツを掘ろうという気持ちでやる人いないの。それがよかろうと思って、それを主張するわけ。意味が見えますか、皆さん。 今の時代の中でいかに今日の話が深刻なレベルの話であるかが皆さん見えないとご本人たちもいつそういうサタンの計略にはまるか分からなくなる世界中教会の霊的な教会を乱してサタンに喜ばれている人々人みんなそれが地獄に行くいきなりってみたらと分かってやってるのは一人もないのたとえ一旦すらも 意味は見えますかイエス様からによって始まってイエス様から反対を行ったんだちもそれが滅びだとは全然思わないの何よりも今日皆さんが悟らいていけない部分なんだハレルヤ 中約の時にも新約の時にも信じる者どもの判断と神の掟による統治は違っていた違っている部分があってそれを悟らず合わせれなかった人々は失敗者になるしかなかったこと深く皆さんは悟ってほしいこれからの時代はなおさら こういう部分において敏感にならないといけないの。なぜ的はそれへの働きがさらに激しくなるから。大勢の人を見てきたの。特会者をはじめとして、新学生をはじめとして、一般信者の至るまで、自分は神から聞きましたと。神から答えを受けたと言いながら、倒れていくことをたくさん見てきたの。 10年も20年もしたらもう結果が見えるの。聖書がんであるのにこれに正確に従ってない人々がどうなっていくかがもう見えてくる。中には世を去っていた人もいるし聖書的な約束に預からずに去った人も中にはいます。私と関わって世を去った人も 60人ぐらい60人ぐらいもちろんうちの信者の皆さんだけではない個分の2ぐらいは外部の,外部の方でも全てが救いには至らなかったっこと私はこういうのを常に考えるのなぜいつ誰が引っかかるか分かりませんからハレリア 神様はこれからあと何年かでこの世の流れが変わるのを皆さんが見るはずなのその時になってからじゃなくて今準備したほうがいいその時になってから慌ててうううじゃなくて今からちゃんと準備したほうが楽ですよ信仰は遅れた分を挽回するのはすごいこれ戦いへんちゅうなの 簡単に決心したからそうなるんじゃないの。あとはサタンとの戦いがあります。それに打ち勝たないと。でもそれは本当に強くないと疲れちゃうやめたくなる時もある。やめたくなる。ほど疲れる。息苦しいくななるほど疲れる時があります。ハレルヤ。今から日々日々、ちゃんとやるべきことを伝える時に、 やりや。やったほうがいい。そうすると。本番では。簡単に処理できますが。そうじゃないと本番で倒れます。彼ルヤーヤ。信じますか。ですから、主イエスがおっしゃったの。群れと弟子たちの。に向かって。私に。 イエス様に救い主に従って神の国に行きたいとは、まず自分を打ち消すんだ。私はこういう人間です。こういうこと持ってます。こういうことやってます。こういう私はというものを打ち消すんだ。それは死なねばならないものなの。一層この世に生まれて身につけた思想発想を考え方尊くもらう。それが先頭に立っちゃいけません。それが頭もたたれちゃいけないアメン 打ち消すべきなのまるで死んだ人のようにそれで自分の十字架を背負ってイエス様に従うこれが正解なのこれは道人が目指すべき道なんですよその先に救い約束された救いが待ってますそうして従わないと救いが約束が待っていても自分がそこまでたどり着くことはできず突然降ろされてしまいます信じますか 今が皆さんが信仰を守るには歴史的にはこんな平和なこんな素晴らしいそんなにハッキりとセ霊によってできる時代がなかったの今最高の時代なの最高のなんで昔よりも結果がすぐさま出る時代だし私が呼ばれた半ズ年前はこんなに早い結果が出なかったの今からはすぐ出るの結果がすぐあれや 雨そういう意味で私が忍耐を求められたような忍耐は皆さんにはもうないの。なんでそれだけ20年も30年も忍耐して準備するもうそんな時じゃないからよ。皆さんがそう20年30年かけて不沈なようにゆっくりやろうと思えばもうないのそれ。終わりました話がある意味では希望的で,ですよ。なんでんそんなに待たなくてももう終わるから。 そんなにまたがってもう結果出るからよ。ただし、結果は厳しいよ。今、準備しないと、結果が出るときはもう、もうその後はないから。こういう話を金味すべきだ。ハレルヤ。ですから、これからは一日を選手の思いで頑張るべきだということなんですそれほど。私は、昔、30年前から一日を選手の思いで頑張ったの。 その最善を尽くしてもまだすごい時間がかかったから大変だったけど私が頑張った半分も3分の1もたったのうちに全てがまず景気が終わってしまったら通しますから可能性は十分ありますからこれからは本当に頑張って皆さん一人だけ救われても仕方ない皆さんによって大勢の人が共に救われないといけないし。 行く道は短くても遠いのなんでやるべきことがたくさんあるからよ。雨です、うん。短いの道はこれからはしかし遠いのなんでやってからそこまで行かないやるべきことをやってから行かないといけませんからよ。プラプラ遊びながらできませんから。多くの人を救わないといけないからよ。日本民族をここ,らこ,こに抱いて毎日やないと。 お消しばっかりしないで涙で目が晴れるのはこれが晴れるのは桜が咲くよりきれいだよお消しできれいにしないで涙でこの民族の涙なく涙で目が晴れて桜の色になるように、はああ伝わらないな春 <laughs> 旅で王はご自分が率いる民が 神の言葉を守らない姿を見たら涙が川の上に流れて川のようにそういう気持ちだったら川の上流したことないでしょだからあれはきぜだ嘘だとこう思っちゃいけないのここから川が出るわけないでしょ聖書解釈をそういうふうに言葉尻をつかむようにしたら聖書に真理に出会えなくなります そういう心で民への思いが燃えてた悲しみをずっと覚えながら王者での喜びより民への悲しみが憂いが心配がもっといっぱい立ったと気持ちよいっていのは分かりました話か最善を尽くすつもりだったんだけども 最高に至ることは私も認めてます最高は私,私は最高じゃないけどただ最善は尽くすつもりで頑張ったんだけど神の声を皆さんさ聞き直したのありませんよ勤務して30年前聞いたのも20年前聞いたのも10年前聞いたのも今聞くのもずっと忘れずにずっと延長線で考えながら勤務しながら 神の導きによって助けらて勝利できるように頑張らないといけない。自分の気分感動肉の思いで生きてもそれが神への反逆であるかどうか知るはずがないでしょう。だからどうすべきかまずは聖書を悟るように頑張る。だから聖霊によって肉の思いで動く場合は聖霊によって示しがあって指摘されて間違っていることを示してもらって。 悔い頭ができるようなそういう感覚あるの霊的な感覚のある信仰を求めないといけないの。そうじゃないとよかろうと思って神に逆らうからよ。よかろうと思って自分の人生を自分で潰すからね。理解できますか準備してくださいよ。十分悟って陸の思いを離れ神の霊によって神様と一つの思いを保っていくことができますよね。 神の国を受け継ぐ者となりますように。主イエスの皆で祝福いたします。イエスさんから祈りましょう。イエスー。